はいどうも、おはるすめで、花でございます。というわけで今回はね、皆さん、斎藤さんって知ってますか？斎藤さんって。斎藤さんっていうアプリがね、よからぬアプリがこの世にはまああるらしいんですけれども、まあ要は知らない人と一緒になんか話せるようなアプリで、まあコミュ障にとっては結構辛いアプリなんですけども、僕ね、本当はビデオカメラの前でちょっと喋ってるんですけども、ただでさえ今ね、もう、しどろもどろで喋ってるんですけども、本当に人前になると本当に、こんな感じです。みたいな感じでね、とりあえず人とのコミュニケーションがちょっと苦手な花尾なんですけれども、今日はその斎藤さんを使ってね、そのコミュ障を直していきたいと思います。で、まあ、目標なんですけれども、まあ、ある程度話してその人に僕のことを知ってもらった上で、まあ、僕のチャンネルをね、チャンネル登録してもらえばノルマ達成ということにしたいと思います。はい、というわけでそれでは早速ね、斎藤さんを使って喋っていきます。知らない人と話すんでしょうこれ。はい、こんな感じで今この人繋がったよ。もしもし。ファッキューだな、これは。緊張してるよ、俺だって。緊張とか、なんか喋ってくれよ、マジで。全然繋がらないです。みんなね、全然会話する気ないっすわ、この人ら。マジで。斎藤さんにいる人たちは。矛盾してるよね。話したいのに電話かけてるのに。いざかけるとね、みんな切るんですよ。みんなコミュ障なんですよ、これは。もう。みんなコミュ障です。ほら。もしもし。もしもし。あ、はじめまして。こんにちは。花尾と言います。YouTuber ですか？ YouTuber ですか？YouTuber ですか？え？なぜ分かったんでしょう？あ、そういうことですか。なるほど。ありがとうございます。まあそうなんですよ。どんな動画投稿してるんですか？お、基本的にはまあアホらしい動画ばっかり撮ってます。これも動画になるんですか？その予定でございます。今ですね、まあ、斎藤さんでちょっと喋って、まあ、会話をして、まあ、自分のチャンネルを登録させるところまでいけるかっていう検証をやっていましてですね。まあそういうことなんですね。なので、よろしければね、YouTube で花尾と検索してもらえたら、僕のチャンネルが出てきますので、よろしければね、登録の方をちょっとしていただければなと。しときますわ。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちなみにお名前教えてもらっていいですかね。お名前ですか。はい。太郎です。あ、太郎さん。了解です。ちょっと本当に太郎さん、本当にありがとうございます。いい人だったね。いい人だったよ。はい、というわけでね、いい人に巡り会えたので、僕満足した高校2年生、17歳の太郎さん。本当にありがとうございました。これからもね、花尾チャンネルよろしくお願いいたします。今日は、ちょっと、すがすがしいで、ちょっと緊張してね、ちょっと汗かきそうになってるんですけど、やっぱこう、なんか、やり終えた達成感があるな、やっぱりこれ。本当にね、やっぱ斎藤さんっていうアプリがね、マジでね、捨てたもんじゃないですね。はい。もしもし。